私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。私の研究は欧州の TIMA という医療財団から支援を受けています。今日はコロナウイルス非増移行が血栓症の原因かという話をします。そして引用するのはファイザーのワクチン動物実験結果、それから 人の秘蔵のの結果の論文から読み解いていてきます私が新型コロナ感染のビデオを発信する理由は広告収入が目的ではありません。またコロナ感染症は酸化ストレスと関連することが明らかになっています。私は抗酸化配合物を開発して認知症やアレルギー、免疫能の上昇などの論文を出してきました。 そしてコロナ感染症に抗酸化対応は有効ではないかと考えていますそして血液凝固の研究もかなり多くやってまいりましたこのスライドは2020年の7月に出た論文で酸化ストレスはコロナウイルス重症化に関連するというものです ROS と書いてあるのが酸化ストレスですがそれがたくさん出てくることによって免疫の暴走サイトカインストームを起こすという論文ですさて今日は秘蔵の話をしますが脾臓というのは血液のフィルターの効果があっていろんな古くなった赤血球とかですね 血小板なども回収すするという機能がありますそして免疫機能としてはリンパ球を成熟させ血液を増殖の場とする病原体に対する免疫応答の場になるということですね。そして造血機能もあって人間では生まれた後は亡くなるんですがラットやマウスは出生後も造血作用があります。 そして、血球の破壊。古くなった赤血球の破壊を行って、赤血球の中のヘモグロビンを破壊して、鉄を回収するという機能があります。ここに示します、SARS-COV-2-mRNA ワクチン薬物動態試験の概要文というレポートは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 という PMDA という政府の機関のホームページからどなたでもご覧になれます。これはどういう試験かというとファイザーが行ったコロナワクチンの体内蓄積とか移行に関するもので日本語で書かれています。こちらに大変興味深いデータがありましてこのワクチン自体はですね肝臓に移行するものが一番多いのですが他の臓器も調べています。そして移行するのが多いのがオバリース。 卵巣、えー、のことなんですがこれが12.3と比較的高いですしかし卵巣で何が起こるかというのは、えー、すぐには分かりませんのでこれは後々の課題になるかと思います そしてこのスプリンって書いてある、これ脾臓なんですが、なんと卵巣の倍の数字を示しています。えー、多分肝臓以外では脾臓が一番高いのではないかと思われます。つまり、えー、ファイザーのワクチンは脾臓に非常にたくさん移行するということのレポートです。さて、えー、こちらはですね、 2020年の6月にこれ中国から出された論文でございますがこのコロナウイルス感染で死亡された方の10人の患者さんの脾臓を組織的に検討したという論文ですそしてこれサマリーですが病理組織学的には脾臓の細胞組成が減少 リンパはは減少または消失7例では高中級の浸潤が多く5例では軽視細胞の浸潤が3件これは炎症が起こっているということです、えー、免疫組織科学の結果全症例で細胞の T および B リンパ球成分が程度の差こそあれ減少している、えー、そして COVID-19 で死亡した患者の中には脾臓がウイルスに直接攻撃された臓器の一つである可能性があるという論文ですさて この2つの情報をまとめますと COVID-19 ウイルスは脾臓に移行するこれは人ですね免疫細胞のダメージがあって直接ウイルスに攻撃された可能性があり血小板というか凝固系もダメージを受けるのではないかと考えられますそしてファイザーワクチンの臓器移行ですがこれは動物実験ですが最も多いのが脾臓、まあ、2番目が卵巣、まあ、肝臓が多いんですがそれ以外の臓器ではこの2つということになります これらの情報を総合すると、えー、血栓症が起こっているのは、まあ、ウイルスがですね膝に移行して、えー、いろいろな障害を出している可能性があると私は考えています新型コロナウイルス感染を予防し重症化を防ぐためには酸化ストレスを下げて免疫を上げるのが良いと思いますタバコや大量のお酒をやめる肥満のある方は糖質制限をする 十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも良いと思いますまた、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取体温を上げ、免疫を上げる、湿度を保つというのも効果があると考えますこちらがルイ・パスツール医学研究センターの抗酸化研究室の情報です私のビデオにコメントや質問がありましたらこちらのメールアドレスにメールを送ってください 時間がかかるかもしれませんが必ず返事をしております。